皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、メルマガコーナーです、えー。私、メールマガジンを有料版と無料版と2つ発行しておりまして、このチャンネルの概要欄にリンクが貼っております。で、どのような内容かと申しますと、日常生活から人生設計まで 様々な皆様に役立つ内容を紹介しております。ぜひ無料版をご購読ください。<laughs> ということでね、あの、今回の YouTube 配信では、えー、過去に発行したメールマガジンの中から一部を抜粋して紹介させていただきます。今回のテーマは、本当に 眠りやすすくなる方法です、はい、羊を数えた方子どもの頃にいらっしゃいますでしょねか結構な確率でいらっしゃると思うんですがあのですね焦る気持ちが眠りを妨げるんです、はいはい、羊を数えるという方法は学術的な根拠が全くございません。 はい。余計に焦ってリラックスできなくなってしまいます。じゃあ、どうすればいいのかということなのですが、もやもやしているなら、心の中を一旦吐き出しましょう。例えば、そうですね、日記を書くとか、他には、えー、就寝前、寝る前のルーティーンを作ると。 私もルーティーン作ってます。はい、実ははい。そうですね。あとですね。あの私、ベッドの近くに、えー、波の音が鳴る。まあ、いろんな音が鳴る機械なんですけど、その機械は波の音が静かに流れる機械を置いています。はい、そのように全くシーンとした。無音の中でいるよりは、えー、適度な雑音が入っていた方が。 眠りやすいのだそうでございます。はい。ルーティンの話に戻りますが、脳に睡眠の合図として受け植え付けるということがいいんですね。はい。さて、他に、じゃあ逆に、睡眠によくない習慣というものは、どのようなものがありますでしょうかそれはですね、えー、まあ、別に、 差別するわけじゃないですよ。ただ、喫煙者。私も吸ってましたから。はい。別に差別するつもりはありません。喫煙就寝前のタバコ。これ良くないです。はい。他にも、消化が良くない夕食です。はい。こういうものは、えー、眠りを妨げま,ます。他にもあります。はい。 交感神経をできるだけ刺激しないメニューを食べたいところですだから脂っこい料理や硬いものというものは食べない方がいいでしょうまたタバコを吸うそれは就寝前は特に良くないですが一日の中で タバコををすすするる数が多いいい人ほどいびきをかきかやすくなるそうですはい、喫煙者の方にはちょっときつい言葉かもしれませんがそれが真実でございます。はい。で、えー、なかなか今度はまたあのどうすればいいのかに話が戻りますけれどもなかなか気持ちが落ち着かないという方は あのチョコレートでよく入ってますがギャバが入ってあるものとかあと緑茶に含まれているテアニンが、えー、配合されたサプリメントとかいかがでしょうかはい私どっちも取ってないですけどねあのさっさと寝れますよはいあとはですねえー、体が熱いと感じて眠れない方私は実は 寝室の設設定定温度だけ低く設定してあるんですなのであ、体が熱いと感じて眠りづらいことはないですね。だから室内温度を下げるということもいいんでしょうけれども、え私この、この成分知らなかったんですけども、グリシンというものがあるそうで、これが入っているサプリメントを取ると良いそうです。はい。他には、えー、ビタミン B。 12ですとか、これも私は知らなかったんですが、ラフマという葉っぱのエキスもいいそうです。はい。ね、いろいろ学べましたね。ただ、それでも眠れない方、どうすればいいのか。えー、人はですね、暗い場所で目をじっとしているとですね、 ネ,ネガティブな思考をめぐらす傾向にあるそうです。なので、思い切って布団から出て、そして心身に心と体に刺激を与えないよう、穏やかに過ごしてみましょう。ソファーでもいいです。はい。いつもつくつあの座っているこういう椅子でもいいんです。とにかく、 心や体に刺激を与えずに穏やかに過ごすということですね。そういったことで、まあ、どうしても眠られないときには助けになるかもしれません。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。